ありがとうございます。行き先設定をニラヤマインターにしといてください。おはこんにちは、しゅうちゃんだぜ。今日はね、静岡に一泊して、前乗りね、前乗りって言っていいのかな、でそこから、なんだっけ、伊豆カレインを通って十国峠を目指してます。なぜ十国峠を目指すのかといえば、本日っていうかね、この日10月9日はオフ会が開催されるからでございます。 BKT オフ会にね、今日開催なんですけど、雨の中一体どんぐらい来てくれるのかな、これやばいかなと思いながら来てみたら、これがなんとびっくり、もうすでにね皆さんいらしてて、ああよかったよかったって感じですね。おはようございます。雨ですけど皆さん来ていただいてありがとうございます。まだ10時になってないぞ。なってない、どうこんないるからびっくりした。雨の中来てきたかったバリエッタラストラン来ました。おはようございます。ついに屋根がダメになりましたか。屋根がダメで車検に30万って言われた。うわ。おはようございます。はい、本日は雨の中わざわざお越しいただきましてありがとうございます。このオフ会何回目ですか。4回目、5回目。嘘だ、5じゃないよ、もっと7回というか8回とか。皆様のおかげで、今回も開催することができました、ありがとうございます。まあ、Z4 とね、他の車もいますけど、まあ、皆さんこうやって一緒にね、遊べる仲間ができたということで非常にいいんじゃないかなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。しまった。今日なんですけどね、さっき言ってますけど雨で、まさかこんなに来ると思わなかった。本当にね、10代か20代見たかなと思ったんですけど、で自分今こうなると雨なんですよ。というのはこの間の起きたセンサー、またエンジン全国と思って最近ね、また屋根起床とかいろいろ故障起きてると思うんですけども、これも人間の持病だと思ってね、そのうちだんだん慣れますんで、慣れるとなかなかね、ちょっとね、あ、またついたってなんかね、またそういう感じになりますんで、まあ、とにかく今日ね、雨ですけども、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。ちなみに今日は診断ツール持ってきてますんで、皆さんの車見させてください。よろしくお願いします。あ、そうなの。チェックランプついちゃった。え、後で見てあげてください。マジですか。さあ、タカちゃん、ビーマーリンク、はい、これね、ちょっと時間かかるんですよ、待ってください。今のとこ3つ出てるよ。え、今の時点で3つ、うん、3つも出てるって言うか。タカちゃんの血の海、ほんとだ、エンジンランプついてるね。うん、今日よ、今日。うん、ついさっき届かねえか、エンジンランプついてます。エンジン触媒変換、あ、これは存在してない、これは前のだね。触媒がでも怪しい、エラーが出てるって、失火が出てるよ。え、触媒マフラー、うん、だから電装系、電装系のエラーと触媒のエラーが2個と電装系のエラーが出てます。電装系と触媒か、曖昧だな。そのグリーンは何なの。グリーンは大丈夫。じゃあついてないところ、うん、だからやっぱ触媒周りがおかしい。それに、モーターエレクトロニクス、触媒の何を見てるの。 29F4
触媒変換ってなんだろうね。ちょっと待って。OX29F4。オイルセンサー、O2 センサーがおかしいと出るって言ってるから、O2 センサーが大丈夫ってことは触媒がやっぱ言ってる可能性がある。え、O2 センサー大丈夫なの？ O2 センサーがおかしいと出るコード。あ、そうなの？うん。触媒のあれが出てるんだよね。だ、触媒で O2 センサーは大丈夫ならば、うん、本当に触媒がおかしい可能性がある。触媒ってマフラー？で、あのキャタライザー、キャタライザー、マフラーのすぐ出てんとこのセンサーがついてるところ。じゃあキャタライザーの方が。うん。じゃあ可能性高いね。やっぱディーラーで言ってんのあってんかもしれないね。やばいね。でもこう失火っていうのもやだね。ね、失火っていうか。だから火花が出てないから、うん、コイルかプラグがダメな可能性がある。コイルプラグ。うん。コイルプラグ、コイルとプラグで、その失火で、ガスの値が悪くなって O2 センサーが反応してる場合もあるから、うんうん、コイルとプラグやってからの方がいいかもしれない。コイルプラグ、うん、それやればいい、うん、でコイルプラグは、ディーラーの診断機で、ちゃんと火花出てるかどうか分かるから。あ、そう、うん、コイルプラグね、うん、わかりました。はい。ということは今回のご愁傷様でしたと。はい、ご愁傷様です。今ついてないっすよ。あ、今はついてないの？消しちゃいました。あ、クリアしたの？クリアってか、これあのエンジンかけ直しで消えるんで今。へえ。だいぶ良くなってる。前は良くなってる。良くなってる。リーダーがそうやって言ってるんで、もう分回すのは多分ちょっと。お、何撮ってるのこれ？あんまね、あの OBD から電源取っちゃダメっすよ。エンジン不調の原因ここだから。あれ、俺今どこにしたっけ。いや、 BM も ODB ってか、どの車も ODB から電源取っちゃダメっていうか、なんか失火してるよ。おー、これで、クダウンするしないぐらいに踏み込むとついちゃう。もう9個エラー出てるよ。でも早い段階出てるからエンジン系なのは間違いないな。いや、ネタネタ。ネタにされるの？公開されちゃうんですか？フロントの洗浄水ポンプが壊れてるって。そう、それさっき、うん、それで出そうと思ったら、あ、壊れてる。ね。もう一息出なくて。もう、うわ、すげえな。回線の中断ってことは、マップサーモスタット？そのサーモスタットも、うん。いや、これ回線中断だから壊れてる、線切れてるよ。それ失火を直すと出なくなる、うん、謎なんだ。実はちょっと食品用なシリンダー2がダメ、ね、2がダメな時もあるんですけど、うん、ダメな時もある。2でもう、あ、じゃあ2のコイルがダメなんだねって思うんですけど、うん、そうじゃない。あの2番もう不完全燃焼がっつり出てるね。噴射停止、あ、じゃあインジェクターもおかしいよ。マッポサーモスタットアーセンの短絡って、結構センサーがぶっ壊れてるね。とりあえずインジェクターは間違いなく死んでる。だから、このボホボホすんのは多分インジェクターだと思う。というわけで2番をインジェクターを変えてください。多分ね、だインジェクター詰まってて圧がかかると出るんじゃないのかな。だからもう低い回転ダメなんで。リーダーにも嫌われてる。あ、やっぱりそうなんだ。はい、ちなみにディーラーでインジェクター1個買うと3万いくらです。なので自分で回して直してくださいってディーラーに言われてる。インジェクター交換することも別にいいんですけど、うん、お金かかっちゃうん で、うん、で4つ買えるとなると、まあ、工賃込み込みで、まあ、20万もうちょっと超えちゃうかなっていうところなんで、うん、もし回して乗れるんだったら、うん、直してください、うん、で、あの、なんだろうな、子供の送り迎えしか乗らないみたいな、うん、あの方の BM ってみんなこうなっちゃうんで、うん、そういう方はうちで直しますけど、うん、どうしますって言われたんで、うん、いいです、しばらく様子見ます。ちなみに海外フォーラムは8万キロに1回交換してくださいって。
え、なにこれ。あ、そうなの。なんちゅう贅沢な車。もうすでに1個エラー出てるよ。エラーは消すことはできても直すことはできない。結構あるな。13も今いって16になってるし。そんなにだって警告灯には出てこない。あ、警告灯出るやつと出ないやつがあるんですよ。すごいいっぱいあんな。何このセーフティーゲートウェイモジュールって。AUC センサーだって。わかんないこれ。すごいいっぱいあるな。ダイナミックスタビリティ、ブレーキライニングの摩耗、ブレーキパッドをちゃんとしてください。ルーフ機能、え、フォグセンサーエラー、過去にあったみたい。レインロービームセンサー、これも過去にあったやつ。今大丈夫。セレクタースイッチ、リセットシステム、過去にあるけど今は出てない。ヘッドユニットラジオ、このラジオがさ、わけわかんない出んだよね。16個目ら出てんの。うん。絶対これ積みたくないだろうな。ストロールする恥寂しいよね。いや、でもね、全部とりあえずは過去にあったんだけど今は大丈夫らしい。だ、直してあんじゃないの。人間どうする。うん、これ結構修理してるよ。ドアミラーも壊したんだねこれね。だからこれ絶対にそれ誰かネタであげようとしてね。誰の車か分かんないようにしとこうか。やっぱりでもね、ブレーキライニングがないって。だからブレーキのパッドとディスクやばいみたい。あ、じゃあそれ交換した時にリセットしてないの。そうだけど見てこれ景色とか変えたっすよ。本当？あのね、変えてももうコンピューターの方に変えましたって言えないけど。リセットしてないの。あ、リセットされてないんだ。じゃあそれリセットできないの。いや、しなきゃいけないの。じゃあだとしたら何も壊れてない。おお、バッチリ。ただ修理はいっぱいされてる。有料者という。有料者面白いよね。車のこの過去の歴史が全部残ってるからさ。あと誰か楽しみそうなんですよね。突っ込んじゃいいじゃない。誰かね、突っ込みどころ。誰か突っ込まれた。突っ込まれる人いない。よしさん。俺はもう大丈夫。もう突っ込まれ慣れすぎてるから俺。じゃあそう、よっちゃんのじゃ過去を見ようよ。いや、俺よりね恥はないと思うよ。もう俺のはもう全然大丈夫。この ODB だね。電源取ってる？抜いた。多分俺のは。みんな ODB から電源取ってんのね。それ生きてるだとそれ出てなくて。本当に？本当 ODB やっちゃダメなんすよ。本当ダメ。うん。もう一個出た。いや、過去のかもしんない。さすがステラ通してるだけある。あ、多分エンジン系ない。もう超えてる。大丈夫。俺はもう全然大丈夫。全然大丈夫。うん。でもじゃあ一回も故障してないってこと？いや、過去故障したらもちろん直してみんなリセットかけちゃう。いや、データで壊れた履歴は残るんだけどな。リセットしちゃってんの？リセットできるの？へえ。みんなこのセーフティーゲートウェイがみんな壊れてんね。何？ね、俺もわかんない。AUC センサー。いや、みんな過去にあるんだよね、この AUC センサー。後で調べよう。 AUC センサー A6CF 大丈夫っすよ。さすがステラ。さすがのステラ。あ、抜くなってた。全然なんともない。
もうツルツル。もうパンツ脱いだらツルツルだよ。バッチリ。抜けてねえよやっぱり。もうさ、ゆきやんさんのみたいにもうボーボーじゃないんだな。綺麗だった。綺麗だった。次はね、シャンパンゴールドになって。シャンパンゴールド。バーバレードは別にいいんですけど、壊れてる。怖いっすよ、これだいぶ。いずれ出るもんは出んだから。いやかなり怪しいっすよ。やばいの出てほしいよね、ネタ的に。おお。え、なんか、いや、これ結構、これ結構調子いいよ。あ、これいいかもしんない。まだわかんない。いや、エンジン系は超えてるよ今。うん、あ、よかった。あ、なんか来た。やばい来た。やばい。なんだろう、このここで出た2個ってなんだろうな。ゲル関係とかステアリング関係がちょっと音鳴ってるんですよ、ね。バックでハンドル切りながらバックして、うん、ブレーキ踏むと音が鳴るんですよね、うん。何の音？ブレーキの音じゃなくて、なんかディーラーに聞いたらちょっとデブ怪しいかもって。デブはね、出ない。あの ECU 系しか出ないから、センサーデブのとこにはセンサーついてないから。でも89デフ壊れるって聞いたことないよ。聞いたことない。ディーラーもなんかそれちょっとあんまり聞いたことないですねみたいな。うん、聞きましたね。さあ来た2個で、はい、ビデオモジュールって何？短絡アンテナ。ビデオモジュール？ビデオモジュールだって。いや、初めて聞きましたね。ね。まあとりあえず、まあこのビデオが何か分かんないけど問題はなしだね。よかったじゃん。逆に調子いいことが安心して乗れるよね。ね。よかった。お墨付きいただいたから。ありがとうございます。ちょっと意外とほっとしました。最近テックランプが結構頻繁についてたんですよ。本当に？パーキングベースと一番のユニットトイレは、あれがついてたんで。へえ。いや、でもだってイグニッションのエラー消した？いや、あのイグニッションコイルは6万がありだったんで、そこを交換したんですよ。で、ちょっと時期にまあ折り合い見て、まあ全部交換してるかなと。パーキングブレーキももうアクセーター交換してなんとかなってはいるんで。よかったです。いいじゃん、絶好調。ありがとうございます。はい、というわけで本日、皆さんお伺い来ていただきましてありがとうございます。次回はね、大阪でやってみようかなという話が出てますんで、大阪で開催してみたいと思いますんで、もし、関西方面の方よろしかったらご参加いただければと思います。またではお会いしましょう。では、みんなお疲れ様です。気をつけて帰ってください。てか俺今回全然写真とか撮ってねえじゃん。